はい、年を重ねた美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は、ね、前回ね0円美容っていうことでこちらでやったんですけども、コメントに本当に役に立ちました、第2弾お願いしますって、結構ねリクエストが多かったので、はい、今回はバスタイムで0円美容を皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、お風呂のタイムって本当美容タイムっていうことで、ここは本当ね無駄にしちゃいけないんですよ。はい、なので、ね、楽しんで綺麗になる方法っていうのを今日ねやっていきたいと思います。では早速行ってみよう。はい、皆さんね、0円美容ってことで、もういろんなね美容ってお金かかるじゃないですか。でお金かかる前にかけなくてもできることってたくさんあるっていうのを前回もねすごい力んで喋ってたんですけども、今回も力強くやっていきたいと思います。はい、まずねお風呂毎日入りますよね皆さん。でお風呂の入り方ですごい差がついてくるので、まずね、お風呂入る前と入浴中習慣化するだけでもう劇的に変わってくるので、ぜひね試してみてください。はい、前回の方でも水をねよく飲んでくださいって言ってたんですけども、お風呂前入る前には必ずねもう本当にぬるま湯ですね、ぬるま湯を1杯飲んどいてください。はい、お風呂の時にねやっぱ温まってちょっと発汗したりとかするので、水分不足になっちゃうとお風呂上がった後すっごい乾燥肌になっちゃうんですよ。じゃなくて潤うためにまずお風呂入る前には必ず水を取ってください。水ねお茶とかじゃなくて水を取ってください。はい、でしっかり体の中から潤わして、で次に、ね、軽くね髪の毛のねブラッシングをしといてほしいんですよ。自分のお持ちの口だったりブラシ、この毛の部分に汚れてたりとか、ね、頭皮を刺激してねシャンプー剤とかを少なくて済むっていうところとね、マッサージ効果っていうのがあるので、私はねいつもねこういうね告げ口でこう溶かしてますよってよく言ってるんですけど、お風呂入る前にはいこちらの方で溶かしてます。でも普通のねブラシでも何でもいいです。何でもいいからまずね溶かすっていうことをしてください。私たち本当に髪の毛乾かすんでもブラシを使わないね世代になってくると顔たるむんで、ね、まずブラッシングをして汚れを取っていくっていうことで、マッサージ効果それをしっかりやっていく。はい、このでそこからねお風呂に入った時にちょっとね湯船にちょっと半身浴とかしてると寒いわ、私結構ね寒いから温かいねお風呂にドボンって使って長く疲れないのっていう方は軽くストレッチしてください。もうね血流を少し良くしてから入っていくとねとてもね負担なくバスタイムをいい美容タイムにできるので、まずね私たち巻き型になりやすいので回したりとかね反対側回したりとかこうね持ってきたりとかこうやったりとかね片方だけ回してもいいです。片方だけ回してももうねあと屈伸したりとかして全身にちょっと軽いストレッチをつけてから脱ぐ、でそこから入ってください。はい、ここがもうここ大事なんですよ。お風呂入る前まず大事、0円でできるでしょ。はい、でそこから入った時に5分でもいいから湯船に浸かってくださいね。時間がある方はぬるま湯で、まあ、15分から20分ぐらい入ってもらうとベストなんだけど、私は忙しいですっていう方でも5分も入って5分で湯船に入ったら必ず最初にしてほしいのは足の指をねよくね引っ張ったり回したりね、この足の指のこの間を押したりとかして足の指をとにかく動かしてください。私たちね靴でねキューって、ね、縮こまってたり、女性の靴って結構ね先端が細いものも多いので、ね、しっかり、ね、ここをほぐすことによって、ね、足先が冷たかったりする人は本当に要注意で、ここをやってあげるだけでね湯船使ってる時間にとてもね血流がもう上がってね本当に代謝が良くなっていきます。私たちのね年代本当に代謝もね落ちてきちゃうからね、まず足先からで、毛細血管っていうのは、ね、年取ってくるとねだんだんねなくなってくるけど、ちゃんとね触ってると復活すると言われてます。なので足の指しっかりねちゃんとね回したりしてくださいね。あとね、もうウエスト、私も本当にウエストとかお腹とかねすぐね肉ついちゃうのでもうねお風呂入ってる時はとにかくねつまんでます。もうつまむだけでいい、こうやってねつまむだけでいいので、お腹とかねそうウエストをつまんでってください。すっごい細くなるから、そう意識するだけでもう肉は落ちていくんですよ。
はい、なので皆さんお風呂入ったら足先と、ね、お腹、ね、ウエストつまむ、これだけでいいです。ゆっくりな気持ちでいいんですよ。もうバシ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 ってやるんじゃなくて、もうちょっとゆったりした気持ちで回したりとかで、5分の人はねもうちょっと忙しいかもしれないけどね。はい、次に首にシャワーを当ててください。私たち本当にね肩こりだったりとか今目の疲れとかってこの辺ねバシバシに固まってるので、湯船に浸かってても首が出てるから、首はね温かいシャワーをね少しね当ててあげるだけですっごい楽になります。あとはシャワーの浴び方ですよ。皆さんよくねこうやって洗ってる人多いでしょ。こうシャワーを出しっぱなしにしてこうやってね、そうするともう水圧がね全部下に来て全部顔下がるから、はい、なのでもうシャワーで、ね、頭洗うときはちゃんと横からとかね、なるべく顔にかからないようにして洗ってください。もうこれだけで、だって毎日毎日ね365日ね、これ状態だったらずっともうマスクで圧かかってシャワーで圧かかってみたいな、もうね垂れるしかない感じになってくるので、皆さんシャワーは顔に当てないようにね、ちょっと上向いてこうやってね濡らしていきます。こうやってで洗ってまた流す時も、シャワーの角度に気をつけていただいたらいいかなと思います。はい、これがバスタイムでできる0円美容です。どうですか？全然お金かからないでしょ。でもできそうじゃないですか？本当にあの騙されたと思ってやってみて。ちょっとのことの積み重ね。朝風呂派なので、しっかり朝ね入って、夜はさーっとシャワーでっていう人なんですけども、夜リラックスしたいわっていう方は、ちょっとゆっくりめにマッサージをしてあげたり、つまむのもねゆっくりマッサージしてあげるとかね、そういう形で皆さん自分の生活に合った状態で入れていただけるといいかなと思います。はい、どうでしたか？はい、この0円美容、あのちょっと役に立ったなと思ったら、ね、いいねボタン、ね、登録ボタン押していただけると、あの、ね、ますますあの検証とかね研究とかね力入るので、あの本当に皆様のねあのコメントだったりとか、ね、あの登録していただいている方をね思うと毎日頑張れちゃうので、もしよかったらよろしくお願いします。また自分なりにあのね0円美容っていうことで工夫してることがあったりとか、ね、またこの、あのやったことによってどう変わったよっていうあの結果報告とか、あのコメントに書いていただけると嬉しいです。またあのコメントお待ちしております。しょうこびチャンネルの公式 LINE の方では、またね、いろんな今、あのインスタライブであったりとか、イベントとかっていうのをいろいろね、企画してやっております。で、その情報をね、いつも流しておりますので、もしまだお友達になってない方がいらっしゃいましたら、ぜひともお友達になってください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。